やっぱりみちろうくんってかっこいいな。やっぱり私の推しキャラは時任みちろうだな。あ、あのまたみちろうが出てる顔見てるの好きだね。いいでしょ、私の好みなんだから。でもぶっちゃけみちろうって柱の中で一番弱くない？上限の5にも何もできないで負けそうになったし、上限の1にはあっという間にやられてたよね。強いの口喧嘩だけじゃない？確かにむいちろうは顔は可愛いと思うけどさ、髪めちゃくちゃ変じゃない？昆布頭だし、昆布頭、昆布髪の毛、昆布頭。何よりむいちろうって性格が悪い。ついて、なんか悩み事でもあるの？私に話してみなよ、相談に乗るよ。本当に？実は学校で友達と喧嘩しちゃって。喧嘩？わかるわかる、私もよく友達と喧嘩するもん。あ、そうそう、喧嘩といえば私のクラスにいるイヤミちゃんって知ってる？私さ、そのイヤミちゃんとこの前喧嘩しちゃったんだよね。それがさ、私その日の朝寝坊しちゃって寝癖ついたまま学校行っちゃったんだよね。そしてね、そのヤムちゃんがそのことをぐち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 言ってくるのよ。寝癖って言ったってこんなもんだからね、こんなもんぱっと見全然わからない。それなのにぐち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 言ってくるから私怒っちゃったんだよね。あ、ごめん、何の話だっけ。だから友達と喧嘩しちゃったの。ああ、そうそうそう、喧嘩ね。で、その喧嘩してることは誰なの？同じクラスの山田くん。ああ、山田くん？あの山田くんにお姉ちゃんいるでしょ。そのお姉ちゃん私と同じクラスだわ。その山田くんのお姉ちゃんってめちゃくちゃ歌うまいんだよ。今うっせぇわっていう歌流行ってるじゃない。その歌教室で歌ってたんだけど、もう本物。あ、それで山田くんのお姉ちゃんがどうしたんだっけ。違うよ、山田くんと喧嘩したの。ああ、そうだね。それでどうして喧嘩したの。わざとじゃないんだけど、ぶつかっちゃったんだ。あ、ぶつかったといえばドッジボールやってたんだけど、私の投げたボールがガンガンガンって3人ぶつかったの。すごいんだよ、3人一気に3人だよ。で、ドッジボールなんだっけ。ドッジボールの話なんだ。これで最後か。よし、むいちろうゼロ、むいちろうゼロ、むいちろうゼロ。しめずらさんか。あれ、かの、何やってるの。いや、鬼滅の刃のウェハース買ったんだけど、私の大好きなムイムイが出ないんだよね。ガチやったでしょ。あの時もムイチロ欲しかったんでしょ。で、
いくら使ったんだっけ。3600円。3600円、使いすぎでしょ。あれ、お小遣い全部使い切っちゃったんだっけ。で、最終的にムイムイ出たんだっけ。出てない。どうしたどうした。で、その後リンちゃんが1回だけやったの覚えてる。で、何が出たんだっけ。カノンに謝ろうと思う。ごめんね、カノンの運全部吸い取っちゃって。で、このムイチロ500円で売ってあげてもいいよ。いいよ。いいよ。あ、やべ。こっち来なさい、ちょっと。お前さ、このサスペンス映画見たかったんだよね。これにしよう。おっと、あれ、カノン映画見てるの。ああ、おー、それリンダ見たやつだ。これすごく面白かったよ。もう一緒に見ててもいいけど静かにしてたよ。おお、いいねいいね、ドキドキする展開だね。でしょ。あ、この後しっかり見といた方がいいよ。結構重要なシーンだから。次のシーンでもうね、犯人分かっちゃうから、よく見ててね。ねえ、これ、分かった分かった。分からない。分からないかな。リンちゃんなんか初めて見たとき、ここで分かったかんね。もう、リンちゃん静かにしてってば。あ、ごめんごめん。もう、あ、カノン、ここ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 完璧な犯人分かったでしょ。今のシーンでも分かんない。これはおかしいでしょ。今のシーン、はい、僕が犯人ですって言ってるのと同じじゃん。これ、犯人、主人公のお兄さんだから。はぁ、